で。そうだね、まあ、日本食ってやっぱり、日本ってやっぱおもてなしのところがあるので、まあ、僕普段こう料理とかを出す上で、まあ、一番大切にしてるのはやっぱ見た目。見た目でやっぱり美味しそうに見えないと、食べても美味しくてもやっぱ美味しく見えないので、僕はやっぱりその見た目を重視して、見た目をきれいに盛り付けるようにはしてます。はじめまして、村里純です。略して MJ です。村里純 MJ、 マイケル・ジャクソンじゃないですよ。村里純です。年は33歳です。で、僕今三陸っていう、まあ、ハノイで、やってるジャパニーズレストランで働いてるんですけど、まだ来て3ヶ月、釣ります。なんで毎日楽しく働いてます。どういう料理を作っている時が一番楽しいかということだったんですけど、まあ、特にそうですね、これを作っている時が一番楽しいっていうのは特にはないんですけど、まあ、いろいろ作る時は作ります。まあ、得意なのは寿司とか、まあ、その辺の和食の系のものなんですけど、まあ、でもまあいろんなものを挑戦していきたいと思います。まあ、自分で作って食べることもありますけど、そうですね、まあ、なんかまかないでちょっとなんか料理の練習みたいな感じで、お店で出すもののなんかこう延長とかそういうのか、まあ試作品みたいなのとか、あとはまあ余った材料みたいなのを使って、まあ、うまく何かそうですね、料理作ってうまくできた時は、まあ、楽しいです。そんな感じです。以上です。普段の、まあ、コミュニケーション、まあ、職場も一緒だし、家も一緒なんですけど、まあ、普段はそうですね、まあ、普通の仕事の話をしても、まあ、つまらないので、スケベな話ばっかりして、まあ、一応コミュニケーション、まあ、男同士なんで、まあ、男同士といえばやっぱスケベな話ばっかりして、まあ、一応コミュニケーションとか仲良くしてます。まあ、三陸のそうですね、僕たちのお店の、まあ、強みは何かね、かまたなんでしょうね、例えば料理はまあね、まあ、もう美味しいと思う、まあ、料理はまあ美味しいのも当たり前かなと思うんですけど、まあ、何よりですね、まあ、わがままを聞きます。メニューにないものを言ってくれればできる限り近いものを作ります。それでお客さんが喜んでくれたらもう僕たちもハッピーなんで、もうそしたらもうオールオーケーですよ。で、料理も美味しいし、わがままも聞くし、パーフェクト。パーフェクト。